はい、今回ですけれども、買ってよかった株、買わなきゃよかった株、8月版ということでやっていきたいと思います。動画の最後の方にプレゼント企画のお知らせもあるので、必ず最後までご覧ください。まず買ってよかった株は、スノーピークですね。これはプラス26万円ということで、実際の取引結果はこちらになっております。え、チャートこちらですね。これは綺麗なカップイズハンドル作って、決算ですね。決算が非常に良かったと。 で、決算またぎした分と、決算の前からちょっと持ってたやつと、ま、もろもろで利益出したっていうような感じですね。で、本日もまた高値ブレイクしてきているということで、引き続きこの強い買い圧力がある。板そんなに厚いわけじゃないんですけど、なんだかんだでこう高値取ってくるっていうような力強い動きを見しているという感じですね。はい、次買ってよかった二つ目。日本株は日本製鉄ですね。6万7000プラスとなっております。はい、取引結果こんな感じです。 え、チャートこちらですね。これも決算またぎですね。まあ鉄は絶対決算はもういいだろうということで、えー、またいいで利益取っております。チャートもこの直、 金の高値でですねこここ超えててくるかかどうかっていうっいところでで今、鉄で言うと JFE がものすごい綺麗なカップイズハンドルの形してて注目度高いんで JFE は今チャート的に見ると面白いのかなというところですね。はい。そして他のコマゴマしたものですけれども日本郵船、ウィルグループ、ブリヂストン、玉井商船ですね。このウィルグループっていうのは小型株なんですけれども、4スタートアップスっていうマザーズのこれも小型株なんですけど、それがものすごい爆実決算だして、 2連チャンストップ高ですかねその4スタートアップスの大株主がこのウィルグループだったんでこっちにも。 連想で買いが入るんじゃないかなと思ってこっちを買ったというような感じですね。あと玉井商泉はこれも小型株の開運系なんですけど、ものすごい値動きが荒くてして株っぽい値動きしてるというか、小型株なんで板もすっごいスカスカで飛んでるんですけど、まあ、割と相性良かったなっていう感じですね。あの、貝が入った時にドドドドって買い上がっていくようなタイプはすごい得意なんで、 え、相性良かったなっていう感じですね。はい。次、買わなきゃよかった日本株ということで、リバーホールディングスですね。マイナス12万8000となっております。取引結果こんな感じです。はい。チャートこちらですね。これも決算またぎですね。で、リバーホールディングスは、合併の影響を受けて現役で出してきたっていう感じですね。確かに現役で出してもおかしくないなって思ってたんですけど、いやー。 なんかあるかもと思ってまたいなんですけれども、えー、逆方向に行ったという感じで、即損切りしたんですけれども、直近ではまた上がってきてますね。まあ、おそらく情報修正するだろうっていう読みで上がってきてるんじゃないかなと思います。はい、次、買わなゃよかった株、コナミですね。ゲーム会社ですね。マイナス6万2000円となっております。 取引結果こんな感じです。これも決算またぎですね。コナミはこの8月上旬ですね。決算で手上にブちチ上げてますと買うか。なのになんで損したんですかっていうところでこれ空売りしたんですね。はい。この、この決算までの値動きですね。ここあんまりモメンタム来てなかったんですよね。ゲーム系。任天堂とかもものすごい売られてましたし、全体的に見てゲームセクターあんまりお金来てないんで、これはいい決算出しても、 下行くんじゃないかという予想を立てて、またいたんですけれども、ものすごい上に飛びましたね。で、あと他の細々したところで、机にですね、これも空売りしてたんですけれども、上に行きましたと。で、あとオープンハウスですね。これは K.I. スターがものすごい決算良くて、不動産系調子良かったんで、でオープンハウスもいいだろうということで、またいたんですけれども、 売り上げかなり伸びてたんですけど、利益の方ですね。そこがちょっと減益になってしまってたんで、売られたっていう感じですね。まあですけれども、なんだかんだで最近株価戻してきてるっていうような感じですね。はい、次、アメリカ株編買ってよかったのは、Google ですね。プラス2万5000となっております。チャートこちらのようになっております。もう o g l e は GAFAM の中でも非常に強い上昇していることでも知られております。で、EPS も非常に綺麗に伸びてるんで、まあ別に売らなくてもよかったんですけど、 一応売っとくかということで。はい。あとはもう全体的にこの8月振り返ると、アメリカ株で結構ボコボコにされているということで、日本株の方が絶好調でしたね。買わなきゃよかった株、UPST。これはアップスタートっていう会社ですね。で、最近 IPO がアメリカ非常に強くてですね、とにかく高決算のものが上にぶち上げているというような状況で、まあ、チャートこちらなんですけれども、ここですね。この決算で手上に上がっていくと。 だから、アメリカの高決算って、決算出た後に飛び乗っても全然利益出るっていうのはお馴染みだと思うんですけど、ちょっとこのアップスタート気づくのが遅れまして、ここからでも利益出るかなと思ったんですけど、意外とね、ボラティリティが凄す,すぎて、弾き飛ばされましたね。チャクラがちょっと強すぎたというか、そういったところで損切りさせられたという感じですかね。ちなみにアップスタートっていうのは AI 融資のプラットフォーム提供してて、基本的には消費者向けですね。 なので、個人がお金借りたいってなった時に AI で審査するっていうようなものなんですけども、自動車ローンにも進出するっていうところで、そことかも受けてかなり株価上昇していると。単純に決算もいいんですけど、そういった材料とかも合わさって、今非常に株価好調ですというところの銘柄ですね。次の河原かったアメリカキャブ DLO。これは D ローカルっていう銘柄ですね。マイナス6万8000円となっております。チャートこちらですね。 これも非常に決算良かったです。で、高決算受けて上にぶち上げてます。で、これも高決算だから飛び乗っても大丈夫だろうと思ったんですけども、こちらもあの同じく、えー、ボラティリティがですね、激しすぎて、チャクラが強すぎて、弾き飛ばされましたという感じですね。ちなみにこの D ローカルも非常に今話題というか人気というか、アメリカ IPO の中ではかなり スター銘柄の一角ではあるんですけれども、で、事業内容としては電子決済のプラットフォームを提供しているところですね。クラウド型の電子決済プラットフォームで、主に新広告メインっていうところが結構面白い会社かなと思いますね。ということで、かなり注目度高いんですけども、やっぱりね、ちょっと値、ね、動きが荒いという感じの銘柄でございます。その他ということで、スターバックスとペイパルですね。これはドミノピザが非常に決算良くてですね、でそのあたりの流れを見て、ドミノピザがいいっていうことは、 もうこうスターバックスとか、で、それに付随して、決済システムのペイパルとか、いいんじゃないかなと思って買ったんですけど、なんかあんまり決算良くなくて、こう、下落に巻き込まれたっていうような感じですね。ということで、振り返りは以上となります。まとめですけれども、日経平均株価月末下がるアノマリーって、これ11連続続いてたんですけど、本日8月31日、えなんと、 記録がストップしししたたとということで今日は上昇して終わりましたね。おそらくこれはもう月末下がるってみんなが知りすぎて逆に空売り入れてた人たちの買い戻しっていうような感じじゃないのかなというふうに思っております。はい。あとは9月3日金曜日ライブ配信やるのでぜひ遊びに来てください。そして皆さんの損した、得したっていう銘柄もですね、ぜひ共有していただければありがたいなと思うんでコメント、 ぜひよろしくお願いいたします。はい。そして、告知ですけれども、私の書籍ですね、手堅く稼ぐ成長株集中投資術ということで、なんとですね、本日角川さんから連絡ありまして、1500部重版決定いたしました。ありがとうございます。皆様に買っていただいたおかげで重版決定しましたと、ありがとうございます。概要欄にもリンク貼っておきますんで、まだお持ちでない方はですね、ぜひ購入していただければと思います。脱初心者するっていうのにはもうこの本、かなりもう最適な本だと思いますんでね。 ぜひご購入いただければと思います。はい。そして最後ですね、20万人記念純金プレゼント企画実施しております。こちらのような、今画像に出てるものですね。これ、純金 1g。今、だいたい7000円ぐらいの買い取り価格なんで、まあ、最悪、もう、これ手元に届いた瞬間うっ、はい、これ、純金 1g プラス、僕のオリジナルデザインでプレゼントさせていただきたいと思います。数問、簡単なクイズも。 用意しております。だからそのクイズ全問正解された方の中からプレゼントさせていただきたいというふうに思っておりますので、ぜひ概要欄からこちらも応募していただければと思います。はい。ということで今後もこの辺は私のチャをどんどん発信しますね。気になる方チャンネル登録よろしくお願いします。以上。